Hey, help me on this. Guten Morgen. 春になったらドイツの人はいちご狩りに行くらしいので、私もこれからいちご狩りに行ってみたいと思います。それでは、レッツゴー、いちご。はい、ということで、いちご狩りができるという噂の施設に来たんですけど、なんかね、いちごが全然ない謎の施設です。いちごの服を着たおじさんが倒れてたりとか、マジで、ここ何？いちごいつ食べれるんですかね。いっぱいね、このいちごをモチーフとしたキャラクターとか、あとこういうベンチにいちごがあったりとかするんですけど、謎のおじさんとお酒を飲むみたいな「いちごどこやねん」ってマジ何ここ本当。間違えた場所に来ちゃったみたいですね。はい、なんかどうやらいちご狩りじゃないいちごのテーマパークに来ちゃったみたいですね。ドアがいちごだったりとか、いろいろいちごなんですけど、食べれるいちごが食べれるいちごが見当たりません。私気合い入れて練乳まで持ってきたんです。いちご狩りができるという記事は2012年の記事だったらしくて、いちご狩りができない施設だったそうなので、いちごのパフェを食べたいと思います。おいしい。結局いちご狩りはできなかったので、この売店に売っているいちごを買って帰りたいと思います。いちごを買って帰りたいと思います。ツヤツヤしてて美味しそう。おっ、あ、変なところまで取っちゃった。コンデンスミルク忘れてきた。うまっ。やべえ、めちゃくちゃ取れたぜ。本当だね、いっぱい取れたね。いっぱい取れたよ。食べてみようかな。すげえじゃん、ヘミヤいっぱい食べてみようかな。失礼しました。テイク2ですね。グーテンターカ。ごめんごめんごめん。ごめんごめん。撮影してたのに言って。ただいまー。すごいです。こんなにね、たくさんのいちご。これが3キロで15ユーロぐらいなんですけど、ものすごいずっしり、そして真っ赤っかないちごが取れましたー。念願のいちご狩り。イエーイ。でね、さっきめちゃくちゃ暑くて、なんかいちごがね、すごいブジュブジュしてたんですけど、ちょっと帰って冷やしてみました。すごくない？この大きさ。私の手ぐらいある。私の小指4センチ、短いんだけど小指より長いいちご。早速冷やしたので食べてみたいと思います。うまっ、甘っ。でもこんなにいっぱいでさ、4キロで2000円ってすごくない？ 1 キロ 4.5 ユーロ、1キロ600円ぐらいで買いました。で、園内は自由に食べてもいいんですけど、買って帰るやつがお金がかかるっていうので、基本はその畑の中では食べ放題でした。ということで、念願のいちご狩りに行けて大満足です。ぜひぜひドイツに住んでる方、お子さんから大人まで楽しめるので行ってみてください。それでは、おしまい。